Welcome to Danjiro's house. My guests are friends from Clubhouse. It's gonna be a great time. Enjoy together. パーソナリティの團十郎です。アシスタントのリエコです。本日も素敵なゲストをお招きしています。その前に当チャンネルのご説明を申し上げます。それでは当コンテンツ團十郎ハウスのコンセプトをご説明させていただきます。この團十郎ハウスは音声のみで楽しむ SNS クラブハウスで團十郎さんとお友達になった方たちをゲストとしてお招きし対談するシリーズとなっております。ハンディキャップのある方、ない方、さまざまな職種の方たちが出演いたしますので、ぜひチャンネル登録をしてお楽しみください。なお、この動画はZoomを使って収録しているため、ゲストの方との音質に若干の差が生じることをあらかじめご了承ください。はい、今日のですねゲストの五十嵐さんは僕がクラブハウスで知り合った方で、お話ししているとですね、とっても和むというか知識が豊富で本当にね魅力的な方だったので、ぜひね僕のチャンネルに、出ていただけないかなと、お願いしたところね、心よく、引き受けていただきました。一体どんな方なのかね、早速リエコさんにご紹介していただきましょう。はい、今日のゲスト、五十嵐武俊さん。1971年生まれ、メカエンジニアとしてお仕事をされておられます。趣味が鉄道研究、乗り鉄、撮り鉄、何でも OK。 さらにもう一つの趣味としてウクレレの演奏をされるそうです。今日はどんなお話が聞けるでしょう。楽しみですね。では今日のゲスト、五十嵐武俊さんです。どうぞ。ご紹介いただきました、五十嵐と申します。よろしくお願いします。どうも五十嵐さん、お久しぶりです。あ、どうも、はい、お久しぶりです。五十嵐さん、あれですよね、片耳がなんか聞こえがちょっと悪いってことをお聞きしたんですけど、はい、実際どんな感じなんですかね。ですね、片耳が聞こえないというのはですね、意外に、まあ、人に分かってもらえないという非常に、大変な難点がありまして、はい、まあ、見かけ上はですね、右が聞こえるということがあるので、私は左の耳が聞こえないということがありまして、はい、右が聞こえないという、あ、右が聞こえるということをで、やっぱり、人からはですね、あ、この人普通の人なんじゃないのって見られがちなんですね。なので、あらかじめその初対面で人と関わるときとかですね、仕事を始めるときとかには必ず自分は要するにグレーのハンディキャップを持ってますと。で、はいはいはい、それは、左耳が不自由ですと。はい、で、まあ、時には左から声をかけられたりすると反応できないことがあったりもするし、あと、はいはいはい、右で音が鳴っていると右に、右耳が取られてしまうので全く対応できないことがありますということがあるので、まあ、その辺をご了承いただきたいということはあらかじめ言わなきゃいけないということがあって、これを必ず私は言うようにしてます、はい、そうじゃないと人から思い切り誤解を招いてしまうことがありますので。はい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 、はい、ああ、なるほどね。まあ、僕もやっぱり僕の場合は全盲なので、やっぱりね、僕は一応五十嵐さんと同じで、事前に僕も自分の障害のことは言うようにはしてるんですけれど、まあ、やっぱりちょっとこうびっくりされたりとかね、やっぱりそういうことも多いですが、うん、やはりこう言っておかないとね、やっぱり分かってもらえないっていうのはありますんでね、はい、そこら辺のところは僕も多少お気持ち分かるつもりです。はい、でもあれですよね、片耳がちょっと不自由なのに、その趣味のウクレレっていうことですけど、はい、実際その演奏ってできるもんなんですかね。まあ、できるはできるんですけど、多分でもね、はい、そのプロの方から見られたりすると多分僕は相当音を外してると思います。はいはいはい、なぜかというと、はい、やっぱり左耳で聞けるその音の感覚っていうのは絶対あるはずなので、はいはいはい、そこはやっぱりどうしても私はマイナスなんですよ。なんで、はい、多分、うん、自分では何とか歌ってて、いても、はいはい、旗から聞いてみると、はい、あれおかしいんじゃないのっていうところは
あると思います。っていうのは、はいはいはい、あの自分で要するにやっぱり聞き取りにくいところに関しては自分で音を作っちゃうんですよね。はい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 、はい、やっぱそうしないとあのうまくいかないので、はい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 、でそういうことをやってしまうので、だから結局自分のオリジナルになってしまうとっていうところがあってですね、はい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 、はい、だから、まあ、まあなんとか歌ってあの、まあ、いますけど、はい、うん、多分そういうところではマイナスになってると思います。あ、なるほどね。いや僕はねその音楽のセンスというか、まあ、そう自分ではあるかないかちょっと分かんないんですけど、ウクレレ自体もねあんまりその演奏っていうのを聞いたことないんですが、はい、まあ、もしよかったらですねちょっと演奏をあのご披露願うことってできますでしょうかね。あ、いいですよ、はい、あ、いいですか、はい、え、わかりました。じゃあ、今からですね早速ちょっと準備していただいてちょっと演奏していただきたいと思うのですが、はい、はい、それでは演奏していただきましょう。どうぞ。ウクレレで懐かし CM10 曲行ってみたいと思います。まずはおなじみのアート引っ越しセンターから。アート引っ越しセンターへ0123ってやつですね。はい、次。これと全く同じコード進行でできる曲が実はあります。それは。マルシン、マルシン、ハンバーグです。次は、あの、家の、コマーシャルですね。あの街に、あの家に、心は帰る。家に帰れば、積水。ハウス。次はですね、名曲中の名曲、長年のお菓子のコマーシャル、チェルシーのテーマソングです。いきます。私にはわかる明日が、楽しさを分けてあげたい、ほらチェルシーもう一つ、チェルシー、ほら、チェルシー、もう一つ、チェルシー、あなたにもチェルシーあげたい。次は線香の宣伝です。三拍子なんですか？結構実は音程が取りにくいです。言います。せ、せ、せ、え、うん、それは、君が見た光、僕が見た希望。セブン、それは触れ合いの心、幸せの青い雲。セブン。次はですね、丸大ハンバーグの宣伝。いきます。はいはいりふれはいりほう、はいはいりふれほうほう、はいはいりふれほうほう、はいはいりふれほうほう、はいはいりふれはいりほう、はいはいりふれほうほう、大きくなれよ、まるだいハンバーグ。次はイスズのトラックですね。いきます。いつまでもいつまでも走れ走れイスズのトラック、どこまでもどこまでも走れ走れイスズのトラック、いつまでもどこまでも。次はですね、ロート製薬です。ロート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 製薬。
次。これはですね、超短いです。いきます。札幌一番味噌ラーメン。はい。で、ラストはですね、これです。やっぱり俺は、菊正宗。はい。以上、ウクレレで懐かし CM10 連発でした。長い間ご清聴ありがとうございました。まさかのね、CM ソング10連発ということで、そしてね、最後は、菊正宗ということでした。とてもね、懐かしくて、楽しい演奏だったと思います。五十嵐さん、本当に今日はありがとうございました。ここで最後のコーナーに行く前に番組からのお知らせです。この動画をご覧の皆様の中で、ぜひ團十郎ハウスに出演してみたいとお思いの方の参加申し込み方法をお知らせいたします。この動画の説明欄に記載されておりますツイッターをフォローしていただき、 DM より参加の申し込みをお願いいたします。またもう一つの方法として、クラブハウスから團十郎さんに直接お声をかけてみてくださいね。それでは五十嵐さん、あなたの夢を教えてください。自分の夢についてですが、まあ自分自身正直子供が生まれてくるまで、まあ僕自身がですね、子供が大嫌いな大人だったんですね。まあでもそんな自分でもですね、まあ娘が生まれたのが2011年の2月の15日の朝の10時9分だったんですが、まあ実はその日夜にですね、雪が降って、翌日は、雪の降った翌日の朝で非常に寒かった朝なんですね。で、まあその10時9分に娘が生まれたんですが、その、まあ生まれた時にですね、まあ当時娘は生まれた当時 3150g という体重だったんですが、まあその娘を抱きかかえた時にですね、まあ僕自身の何かが変わったんですね。で、まあその何かが変わったことをきっかけに、ですね、僕はその、まあ父親としてという、まあ自覚が芽生えたというか、まあその時思ったのが、この子を守ってやろう。って純粋に思いまして、でまあそうこうしてるうちに、まあいろいろと、育児支援活動等をですねやることになって、まあ自分の地域で、まあ私は実は板橋区に住んでるんですけども、まあ板橋パパネットワーク、通称板パパというですねパパサークルまで立ち上げてですね、まあ活動するようになってきました。でまあそんな中ですね、まあそういう育児支援活動をしながら、まあ、娘は、どんどん育っていったんですけども、まあ、いろいろ、小学生になって、1年生になって、今、小学校5年生になるんですけども、まあ、いろいろ、紆余曲折がありました。まあ、そんな中でもですね、一応父親としていろんなことを、まあ、フォローしながら、まあ、正直僕自身が、正直その、あんまり父親の自覚がないもんですから、とは言ってもですね、まあ、娘はいるわけで、まあその娘を、まあ、守ってやんなきゃいけないっていうのは常にあるので、まあそこは、考えながら、まあ行動していきました。で、まあ将来の夢としてはですね、やっぱこの娘を、やっぱり、まあ立派な大人にしたいなというところですね。本当に、社会人として立派に、まあ活躍できる娘に育ってあげたいなというのがまず、まあ自分の夢ですね。あとまあ、これは叶う夢かどうかわからないんですけど、まあ僕自身の顔にですね、実は結構そばかすが非常に多くって、で、まあできることであれば、このそばかす、実は28歳になってから急に出始めてですね、今顔中にもうそばかすだらけの顔なんで、
まあ、正直これが綺麗に治ったらいいかなーなんて夢で思っております。はい。まあ、実現できるかどうかわかりませんけど、まあ、話によると、まあ、レーザー等の治療で、まあ、治るらしいんですけども、まあ、でもそれも治療に結構お金がかかったりするので、まあ、その治療費を稼ぐとかですね、することもまあ、しなきゃいけないかもしれないので、まあ、なんとも言えないとこなんですけども、まあ、そんな中、まあ、自分の将来の夢としてはですね、まあ、その二つですね、が、まあ、実現できたらいいかなと。あとはまあ、自分の人生をいかに楽しくできるかですね。楽しくするために、まあ、いろんなことを頑張っていくっていうのも、まあ、これも一つの夢かなと思っております。はい、今日のゲストは五十嵐武俊さんでした。僕もですね、二児の父親なんですが、こう夢のね内容から五十嵐さんのねお嬢さんに対するとてもね温かい気持ちが、僕にも伝わってきました。そしてね、ウクレレでご家族を楽しませているね五十嵐さんの姿が浮かんだような気がします。ここまでご視聴いただき本当にありがとうございました。ぜひね、チャンネル登録といいねをポチッと押して、このね、團十郎 TV を応援していただけると嬉しいです。最後に、五十嵐さん、そばかす治るといいですね。それではまた次回、アリーベデルチ。